第2回目は、ね、またもやスタミナレシピでいきたいと思いますが、暑いですからね。あのチュルチュルシリーズ、はい、私は大好きな麺のシリーズですね。はい、麺大好きです、はい、今回はですね、夏バテしやすい時期に食べたくなるレシピの第2弾、ごまチョコ冷やし中華、せーの、ビッグブラックチョコレート。じゃあまずね、はい、あのキュウリ、はい、イボイボやだから取りましょう。はい、腹でこうやって、こうやってとんがってるところだけ取れる、そう、とんがってるところだけ取れる、はい、斜めに広めに取りましょう。で、こういうのをですね、これぐらい、はい、まあキュウリ大体こう細長く食べやすく切ってください、はい、そしてハム、はい、ハムも同じだよね。こんな感じで斜めに、でヘタ取ります。でこれはで卵、錦糸卵とかめんどくさいよね、一時こうして売ってる、今売ってるよ、なんでも、はい、はい、でこれね、卵、タレもうね、ごま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 です。で、まずはチョコレートを溶かしていきますね。はい、わかりました。あなたはチョコレートやってます。これ、お酒ですね。これ私、これぐらいしかできない。はい。そう。今回はビッグブラックチョコレートなので、黒ごまを黒くしたいと思います。相当ごまいっぱいありますよね。いや、でも絶対ごまなくのがうまいです。美味しいですよね。そう。で、これ、じゃあ、私チンしてきていいですか？ちょっと行ってきます。何喋ってんの？すいません、行ってきて、もう真っ黒黒すけです、大黒です。帰ってきた、飲めそう、準備ができました。もう飲もうかと思っちゃいました。好きお酒とチョコレートが好きすぎて、はい、もう怖いよね。準備してきました、すいません、はい、でこれね、チョコレートそのまま入れますよ、タレに入れてしまえ、男らしく、黒くなりましたね。うん、そうそう。もうこの後は全部大黒です。で、味噌入れた方がコクが出ると思います。すごい化学の実験みたいになってたよ。あ、いい感じになってきた。なんかソース入れてみる？はい。合うって言ってたよね。合う。ソース、これ普通のソース。中濃ソース。あります。これ入れてって言ってた気がした。はい。はい、もっと黒くなったよ、はい、黒いのしか入れてないですね。ちょっと上もあれして、近い、あ、美味しい、美味しい、うん、もうじ、うん、もうさっきさ、あのなかなかうちのカメラマンの子たち可愛いのよ、男の子たち、食べさせてあげるって言ってただけに、さっきと食いつきが違う味についての見方が、この2人どう？いけてる？もうほぼないです。このぐらいでも、もうこれ以上いって事故るよりはこれでいいよね。ステイ、はい、このままいけると思います。了解、はい、じゃあ盛ろう、盛ろう、はい、そう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 、はい、先生、じゃあさ、若者用にさ、お皿も一個買っていいですか、はい、うちの子たちに。これはさ、なんかエリアごとの方が、そうかもしれないです、あれですよね、はい、あの乗せるものがいっぱいありますもん、なんていうの、冷やし中華っぽい、はい、はい、で、そして、緑来たら黄色だね。一緒にやろうよ、みんなで。じゃあ、やってごらんなさいよ、あなた。卵、そう、はい、あのセンス。やってみてもいいですか？やってごらん。めちゃくちゃセンスないですね。うん。はい。綺麗にできたじゃん、ゆうたち。はい。ね、ゆうたち。道筋を作っていただいて。こういうのボコボコが、ダメです。やだな。ちょっと埋めて。なんかほら、ね、失敗しちゃったみたいな感じがするから。あ、ブーはさすが。綺麗。性格が出ちゃいました、うん、ちょっとね、はい、ちょっとした隙があるのよ、あります、はい、気をつけます隙がだけど、はい、ここでまたワンポイント、はい、強くなりすぎた女子たち、女は適度に隙がないと男の子は蜜蜂なので入ってこれませんなので自分で隙を作ってくださいね、いいですか、全部完璧にパーフェクトにならない方がいいです。天の声さんが拍手してましたね。ゆかちゃん、ゆかちゃん、そうですよ、みんな幸せになるべし。私どうしようかな、
セブンがあったからお好きにどうぞ使う、うん、ここでちゃんとね、大黒摩季の楽曲が流れてるから心配ですか。大丈夫ですか、すごいサイレント状態になってます。大丈夫ですか、事故らないですか、感じがして。今流れてるのは太陽のサンサー、何のサイレント全然違うトーンになってます。なってます、動画はなってます、ね、はい、あの30周年記念アルバムスパークルの中から太陽のサンサー、ビーズ、オルケスタ、デラルス、トーマローズ、リオスキ、はい、G7 完成です。はい。それではですね、ごまんとこ一回中華ね、あのスタミナ編、ね、はい、あ、オーグルバージョン、このレシピはですね、まあ私たちあのごまだくにしましたけれども、そこに、おすすめは私は、ラー油、ラー油、美味しいですね、はい、ラー油とか。あとは逆と胡椒とか、はい、あのちょっと辛いものを言ってもいいと思います、はい、大人なんで、はい、ね、あとはね、そのブーが言ったみたいにあの、お子様、ね、私本当に蜂蜜1日何回も使うんですよ。あのミネラル分を取らなくちゃいけないので、はい、それをね、停止してもいい、トゥーしてもいいと思います。これにトゥーしてもいい、トゥーしてもいいと思います。トゥーです、トゥー。はい、皆さん、はい、レッツトライ。いただきます。いただきます。さっき穴に真っ黒かったけど素敵でしょ、意外と。ちょうどいい塩梅ですね、うん、なんでも黒くなるから。うん、うん、いけてるじゃない。で、あれですよ、担々麺っぽい本当の最初のごまだれにもとっても合うと思います。同じ方式で、でもそこにはソースは入れないで。すごい麺に絡みますね。うん、ね。でなんかいいでしょう。見た目よりコテコテしてなくて、うん、なんかお酢が効いてて、うん、いい酸味度合いがちょうどいいですね。だんだん慣れてきて食レポ漫画ってますよね。ありがとうございます。はい、でも香りだから。そう、カカオの香りもほのかにしますね。うん、やっぱり、うん、ごまとカカオが合う。香りがすごい。ね。これはごめんなさい、焼酎かな。焼酎合いますね。そうですね。羽畑たりで行くんそれでは、さらにチョコレート効果ドリンクを、ね、恒例のやつをやっていただきたいと思います。はい、今日はですね、前回はチョコレート効果の 72% で、作りましたので、これ実は違うパーセントでもあの楽しみいただけますので、はい、今回は大黒さんのお好みの配合で、あの意外と破天荒に見せかけて保守的なんで、はいはい、1個ずつにしよう。1個ずついきましょうか、はい、うん、じゃあ5枚入れたいので、うん、これを3枚にしますか。72、で分かりました、うん、じゃあこの5枚で作っていきます、はい、また入れていきますね。まず超高速の、知らぬ間に割れてる、うん、はい、これにお湯を入れていきます。火傷に注意してください。はい、はいはい、で蓋をしっかり閉めてください、うん、プロテインでいいですか。もうちょっと面倒くさくなってきちゃったから、はい、わかりました。はい、できました。はい、じゃあ今回は、はい、ブーさんがアイス、ネオブロさんがホットで、はい、いきましょうか。はい、それ体温の高いブーはね、アイスでいきましょう。大丈夫ですか。ブーね、なんか温まるとね、ごまが詰まった。はい、あとは今日は、スパイスをあの、はい、前回よりも多くご用意しましたので、はい、お好みのスパイスを、はい、加えてお召し上がりください。あ、そうだ、私は、スパイシーにしようかな。あとどうぞご自由に。クミンですか。カルダモンしてみる。クミン、だからカレーにしたくないからね。でもこれ悪くなくない？私これ
グローブとからチリパウダーとなんだっけ、カルダモン。カルダモン弱かった。弱い？もう一息聞く。あ、でももうやだ。これ以上入れない方が、うん、これプーさんの美味しいですね。はい、さらっと爽やかな、夏っぽいかも。カルダモン飲む。ああ、あった。アイス。負けてしまったな。入れすぎましたかね。いや違う違う、悪くないんだけど、絶対に視聴者に伝わってないのよこの味が。それをね伝えたい。スリランカ風ですか。まあ、はい、甘さがあってもいいかもね。そうそう、トドのつまり、トドのつまり72をもっと足せばいいかも。そういうことですね。はい、3枚にすればよかったかもしれない。そうかもしれません。さて、大黒摩季とチョコレート効果がお届けしました、はい、夏バテしやすい時期に食べたくなる、スタミナ編、ごまチョコ冷やし中華、いかがだったでしょうか。頑張りました。美味しかったですね、うん、合いますね。美味しかった、美味しかった。本当に焼酎にぴったり。はい、今後もですね、チョコレート効果を使った美味しくて意外なレシピ、本当に意外ですね、私たち、はい、さっきのなんか黒ごまの中でどんどん黒くなってるのが、いささか引っ込みがつかなくなりましたけど、一月に1回、アップしていくので、ぜひ皆さんのお役に立てれば何よりです。またコメント欄に、質問とか、こういう風にしたらもっと美味しくなりましたとか、アレンジをね、はい、聞きたいですよね、逆にね、はい、アレンジでリベンジみたいな、はい、しましょう、リベンジしましょう、そうそうそう、はい、で今後のレシピ動画でお答えしていきたいと思いますので、はい、悪口以外はぜひ書いてください、よろしくお願いします。今日もですね、プリンスニッタンと、ブーちゃんとお届けしました。いきますよ、はい、ビッグブラックチョコレート。